乾杯するよ。乾杯しようぜ。ケッピーケッピーさあ、主翼、があったらさ、何やってみたいとかってさ、考えたことある？何かをなんか悟られてそう、バレてそうっていうあれ。本当？なんか鋭いって感じね。でも昔さ、トリュフェのさ、お肉って炭火しかなくなかったよ。一緒あったんじゃない？ただうちのお父さんが炭火だけだったんじゃない？そうなん。多分うちが唐揚げの存在を知って、家でも私は唐揚げがいいって言い始めたら大人になってから。なるほどね。え、ちょっとさ、部屋着に着替えてきていい？あ、いいよいいよ。あ、本当？うん。ちょっと、あ、で、あ、これさ、あの、唐揚げを今度入れ替えて、あの、チンして。あ、だ、違うお皿の中に。あ、これいいのよ。これ。じゃ、中身をこれに戻せばいいってことね。うん。あ、新しい皿出してもいい？あ、いい。じゃ、ちょっと着替えてもらおう。いやー、いいね。歩いたりさ、一回帰ってきてもう一回仕事でさって直したいね。夜帰ってきたら大変だなと思ってるよ。こういう時にね、元気チャージしてね。だって変な話、車でブーンって帰ってきてブーンって行けるんだったらさ、違うよ、気持ちもさ。やっぱね、移動はちょっとね、移動が苦手だからさ、だからやっぱりね、自分で一人で移動する日は前の日から緊張するよね。ねえ、移動が大変だと思うわ。仕事好きでも移動が嫌だからね。いや、やっぱ胸肉だ。胸か？胸肉ナンバーワン。よし。それにかかってくるか分からんけどさ、もしさ、主翼があったらさ、何やってみたいとかってさ、考えたことある？ああ、なんかね、
年々なくなるけど、うん、やっぱり思春期の頃は考えてたね、うんうん、やっぱりさ未来が分かんないからさ、うんうんうん、選択肢もいっぱいあるから、うん、もし見えてたらと思うけど、今はもうほら生き方が固まってるから、うん、今の私の方がいいと思うけど、うん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 、ちっちゃい頃に最初に思ったのが、うん、こう姿勢よく字を書いてみたいって思ったの、うんうん、それがめっちゃかっこよく写るの私には、うんうんうん、私が書く時ってもうこう書くから そっか、それをこう書くって、うんうんうん、私にとっては魔法使いかと思った、うん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 、あとこうやって読むとか、うん、かっこいいの、なるほどねそれをやってみたい、あ、うん、あとやっぱりオーソドックスだけど、うん、運転はしてみたいね。あ、そうなんだ。夢の中で運転してくるからし、夢の中ではめっちゃ運転してるから、うん、本当になぜか運転しなきゃいけない状況に追い込まれるの、うん、でもさ、ごめん、前の動画で言ったと思うけど、うん、視力はそのままなんでしょ。そうそう、だからもうぼやけた状態で運転するのね、うん、へえ。でも運転しなきゃいけないの、うん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 、だから運転するわけよ、うん、でも分かんないの、先見えないんだよ、うん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 、で、だいたい事故って分かる。ぶつかって、うん、そう、もうパッて、うんうん、ああ夢だったんだって。でもなんか想像でしかないけど、コズがもし運転できたら絶対私より運転好きでいろんなとこ行ってそうな感じはする。うん、多分ね、うん、すごい車が好きだったと思う。うん、でもそんな感じする、うん、うん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 。あと仕事に関しては、うん、警察官になりたかった。あ、なんか言ったかもね。警察官になって、うん、張り込み捜査をしたい。え大変だよね、実際考えたら。あれなの、何時間も張り込んでさ。うん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 。すごいのピンポイントじゃね。警察官になって悪い人を捕まえたいとかじゃなくって、張り込み捜査をしたいの、うん。なるほどね。いや、コードってさ、うん、いや自分で多分気持ちの持っていき方とか、うん、自分でちゃんとコントロールしてさ、うん、やってる部分もあると思うんだけどさ、うん、私から見たらポジティブなわけよ、うんうん、挫折とまで言わないけどさ、うん、っていうのも経験したことあんの。あーでもさ、うん、一番多分人生で大きな挫折って、うん、まあ、その学校の先生になって続けられなかったことだよね、うん、後にも先にも多分あの時の自分が、うん、一番悩んだし、うん、あのやってみたけど続けられなかった、うん、要するに体調とかさ、うんうんうん、目とかが限界来ちゃって、うん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 、私そう熱いやつだからさ、うん、仕事をこう力抜くって、うん、本当不器用でさ、うん、もうわーってやっちゃうから、それだね、それが一番大きな挫折、うんうんうん、でも挫折した時に思ったの、うん、ある程度へこむんだよ、うんうんうん、へこんだ後っても上がるしかないから、うん、いやもうこれをむしろこの過去があってよかったって思うブランディングを今後していこうと思って今の活動が生まれて、うん、じゃ今の活動って全部先生の時の、あの体験とか自分がこう生まれた境遇が全部活かせるから、うんうんうん、むしろ全部活かしてやるみたいな、うん、で活かしてさ楽しかったらさよかったってなっちゃう、うん、いや、そうなんだよな。コーズってば、ね、なんでこんな質問したかって、だいたいいつも前向きだったりするから、まあ、人知れずのところに涙したりとか、努力してるのはもちろん分かってるつもりっていうか、理解してるつもりなんだけどさ、本当に落ちるってことあるのかなみたいなさ、疑問に思っちゃったんだよね。うんうんうん。あ、そういえばこれどうだった？うまかった。思ってたより美味しかった。あ、美味しかった。本当？感想言いたかったけど、今大事な話してたから、ちょっとグッと飲み越えて、2枚食べた連続で。うまいよね。うん。うん。あ、うまいじゃん。うん。うまい。おいしいよ。さ、トモナってさ、いや、素敵な男性だと思うよ。最高じゃないと思って。そうなのよ。模範的やん、うちの弟。本当に、弟いい弟だよ。いや、男だとして見たことないからね。うん、いや、無細工ではないでしょ。ないと思う。うん。無細工ではない。うん、でも、その、イケメンだねとかっていうあれではないと思う。あ、見かけたら、あ、イケメンって。普通の話だと思う。誰が言ってる？誰がやってる？どの口がやってる？の、うん、優しい目はしてる。あ、目が優しい。うん、いや、そういうの分からないね、うん。そうなんだ。目が優しい。うん、小手島目って確か優しいと思う。いや、逆に小手島目は、何かを、なんか、悟られてそう、バレてそうっていう、あれ。本当？
なんか鋭いって感じ、ね、そうで、それをトモに当てはめるなら、トモにバレたとしても、なんかあ、トモの理解してくれて、それも受け止めてくれるって感じじゃん。あ、おとやちゃんはレザーみたいな、わかるわかる、なんかバレたらやばいのかもしれない、どうしよう、もうバレてるかもしれないから、これは言われた方がいいのかもしれないっていう疑心暗鬼っていうの。どういう人なの私。警察で言ったら、コネちゃんに取り調べ受けたやつはもう終わりだよね。なんかバレてないかもしれないのに自分から白状しちゃうって感じ。吐いちゃう、そう、吐いちゃう、すいませんでしたって、うん、トモだったら、あ、気づいたらもうなんか白状しちゃってましたって。トモは、そうそうそう、あって、ごめんなさいっていう気持ちからの自白と、どうしよう、もう覚えるかもしれない、バレてるかもしれないっていう自白の違い、バレてるかもしれないっていう恐怖感。うちがね、結構ね、好きなポイントに入るんでね。あ、そうなんだ。優しそうな目の人だなとか、目が綺麗だとか、うん、だから、すいませんね、うちのパパ目だけは綺麗なんですよ。お腹いっぱいになった。なったねー。盛り上がったね。盛り上がったわー。楽しかったー。彼のめんどくさーん。楽しかったね。めっちゃ、いいね。いい打ち上げだったねー。まだ来年も頑張ろうよ。小出ちゃん、ん、実は、この打ち上げ風景、ん、隠しといてもらったー。マジで全然、めっちゃ部屋着で登場しちゃったじゃん。私怪しくなかった、何もなんかおかしくなかった、怪しくなかった、全然わかんなかった、本当、全然、え、めっちゃ普通に話してただけじゃんね、うん、普通に食べてね、うん、それをちょっとね、今回ね、あのね、あ、あちらへんで、あ、本当に、撮ってました、いや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 、普通に飲んで食べてたわ。いや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 、本当ですか。あ、大丈夫、ごめんね、隠し撮りしちゃって、いやいや、でもね、ちょっと憧れてた、あ、本当、なんかいつか、なんか、でもさ、そのずっと一人でやってた。あの、自分で隠し撮りっておかしいじゃん。なるほどね、うん、嬉しい、いや嬉しいかどうか分かんないけど、これどんな風になるの、どうか。じゃあカメラの前にいる皆さんに、いや、いやどうも、いや、ちょっと失礼します、ただののんべい動画ですが、今後ともどうぞどうぞよろしくお願いします。お願いします。おっと、バイバイ。途中めっちゃ普通に語った。声の音量って。